て今日はエストポリス電機に100年前の英雄たちの物語をもっと深く掘り下げていこう。このゲームの主人公マキシムはどんなキャラクター？マキシムは小さな村のハンターで、謎の少女から世界の危機を知らされて冒険に出るんだ。前作の問題点だったエンカウントの高さが改善され、プレイしやすくなっているんだよ。ダンジョンの進め方はどうなっているの？ダンジョンはアクション RPG みたいに仕掛けを解きながら進む方式なんだ。さまざまなアクションを駆使して探索するのが本作の大きな特徴なんだよ。イニシエの洞窟についてもっと教えて。イニシエの洞窟は中盤からチャレンジできる独立したダンジョン RPG で、やり込み要素が充実しているんだ。強い武器やアイテムを手に入れるために何度も挑戦するプレイヤーが多いんだよ。ストーリーやキャラクターについてもっと詳しく聞きたいな。恋愛要素が強いストーリーで、キャラクターたちの心理描写がしっかりしているんだ。プレイヤーはキャラクターたちに感情移入しやすく、物語に引き込まれるんだよ。ゲームプレイの特徴は他にもあるのかな？レスポンスの向上やダンジョンのアクション要素が強化されているんだ。探索や戦闘がスムーズで、プレイヤーがよりゲームを楽しめるようになっているんだよ。それでファンに愛されているのね。そうなんだ。このゲームはゲーム性と物語の両面で充実していて、今でも多くのファンに愛されているんだ。物語の中でキャラクターたちがどのように成長していくかも見どころの一つだよ。キャラクターたちの成長を見守るのも楽しみだね。それぞれのキャラクターに感情移入しながらプレイすると新しい発見があるかもしれないよ。今日はエストポリス電機についてたっぷりと話したけど、いかがだった？すごく面白そう。特にアクション RPG の要素が魅力的だね。ぜひプレイしてみて、次回も楽しいゲーム情報をお届けするから楽しみにしててね。エストポリス電機に挑戦してみるね。超魔法大陸ウォズの世界についてもっと深く探っていこう。漫画の樫本学先生がパッケージデザインを手掛けたんだよね。うん。だからゲームの雰囲気はとても漫画チックで魅力的なんだ。主人公はショット、レオナ、チュンの3人から選べるんだけど、ストーリー自体は変わらないんだよ。3人のキャラクターはどんな感じなの？ショットは熱血男、レオナは発明好きな少女、チュンは超能力を持つ少年だよ。それぞれのキャラクターが異世界で成長していく過程が物語の魅力の一つなんだ。それぞれのキャラクターの成長ってどんな感じ？ショットは仲間の大切さを学び、レオナは他の2人に支えられて成長するんだ。そしてチュンは気弱だけど勇気を出して仲間を救いに行くんだよ。ゲームの評価についてはどうなの？残念ながら評価は普通が多いんだ。いろいろな要素が中途半端になってしまったからかな。レオナのアイテム発明や高低差の概念を取り入れた戦闘などユニークな試みはあったんだけどね。もっと特徴を出せば評価も変わったかもしれないね。そうだね。でもこのゲームはキャラクターたちの成長やストーリーがとてもよく描かれているんだ。ゲームをプレイする上でキャラクターたちの感情に共感したり、彼らの成長を見守るのが楽しいんだよ。じゃあキャラクターの成長を重視して遊んでみるのもいいかもね。それぞれのキャラクターに感情移入しながらプレイすると新しい発見があるかもしれないよ。今日は超魔法大陸ウォズについてたっぷりと話したけど、いかがだったかな？すごく興味深い話だったよ。キャラクターたちの成長に注目して遊んでみるね。ぜひそうしてみて、次回も楽しいゲーム情報をお届けするから楽しみにしててね。超魔法大陸ウォズ挑戦してみるね。スラップ、スティック、発明家の主人公とロボットの冒険を深く掘り下げていこう。このゲーム、主人公が自作のロボットで戦うんだよね。そうなんだ。
主人公は怪しい組織と戦うため自作のロボットを駆使するんだよ。ロボットのカスタマイズ性がこのゲームの大きな魅力なんだ。ロボットのカスタマイズってどんな感じなの？パーツの交換はもちろん、戦闘中の攻撃順番も自分で決められるんだよ。その攻撃の順番で必殺技が発動するんだ。必殺技を見つけるのは大変そうだね。でも偶然必殺技を見つけた時の喜びは格別なんだよ。レベルアップのシステムも面白いんだ。各パラメータにポイントを振り分けて自分好みに育てられる。ポイント振りは自由なの？リセットも自由だから状況に応じて何度でも振り直せるんだ。パワー極振りで攻撃特化のロボットもいいし、防御特化で鉄壁のロボットも面白いよ。雑魚戦も楽しめるって聞いたけど。そうなんだ。カスタマイズしたロボットで戦う雑魚戦がとても楽しいんだよ。レベルが上がると強化の幅が広がってどんどん強くなるのが楽しいんだ。カスタマイズの自由度が高いゲームってやりがいがあるよね。本当にそうだよ。自分だけのロボットを作る楽しさと育てる喜びがこのゲームの醍醐味なんだ。今日はスラップ、スティックについてたっぷりと話したけど、どうだった？すごく面白そう。自分だけのロボットを作ってみたくなったよ。ぜひ挑戦してみて、カスタマイズの楽しさを味わってほしいな。アクション RPG の傑作、ブランディッシュについて深掘りしていこう。イースシリーズで有名なメーカーが作ったんだよね。そうだよ。だから安心して楽しめるグラフィックと BGM が自慢の作品なんだ。ストーリーはアレスとドーラが地下迷宮で謎を解き明かしていくんだ。アレスってちょっとミステリアスな主人公なんだよね。前髪で顔が隠れているからプレイヤーが自分を投影しやすいんだ。そしてドーラはそのセクシーなビキニアーマーが特徴的な魔法使いだよ。ゲームのシステムについてもっと聞きたいな。アクション RPG だけど、ダンジョンにはお店があったりして変わった世界観なんだ。使用回数限定の武器があるから戦略的に使う必要があるんだよ。操作性はどうなの？後ろ歩きや横歩きができるからトラップを巧みに避けることが重要になるんだ。しかもトラップは即死もあるから常に注意が必要だよ。画面の視点変更が特徴的って聞いたけど。そうなんだ。主人公が方向を変えると画面も回転して常に上を向くようになるんだ。この視点変更がゲームに独特のプレイ感を加えているんだよ。初めて遊ぶ人には少し難しそうだね。最初は戸惑うかもしれないけど慣れるとすごく楽しいんだよ。それにこの独特のシステムがブランディッシュの世界観を深くしているんだ。良質なグラフィックと BGM も魅力の一つだよね。そうだね。音楽やビジュアルがプレイヤーを魅了するんだ。ブランディッシュについて詳しく語ったけどどうだった？すごく興味が湧いたよ。今度挑戦してみるね。ファンタジーの傑作、スレイヤーズについて深く掘り下げていこう。スレイヤーズって魔法とかドラゴンが出てくるストーリーだよね。そうだよ。神坂はじめ先生の手によって生み出されたライトノベルの金字塔なんだ。富士見書房から発売されてあっという間に大人気、コミカライズやアニメ化もされたんだ。アニメは見たことあるけどゲームもあるの？ゲームは原作者が監修しているからストーリーがとってもリッチなんだよ。ゲームでは原作のキャラクターたちとのやりとりが楽しめるんだ。原作ファンにはたまらないね。そしてゲームシステムはオーソドックスな RPG。 記憶喪失の主人公が冒険を進めるんだ。記憶喪失ってどんな感じ？主人公が記憶を失っているからプレイヤーも一緒に物語を発見していくんだ。それで原作を知らなくても物語に入り込みやすくなっているんだよ。なるほど、それは面白そう。ゲームではリナ、インバースやガウリー、ガブリエフといったおなじみのキャラも登場するんだ。
になって、あの強力な魔法を使う女の子だよね。そう、彼女のドラグ、スレイブやファイアボールはゲームでも大活躍するんだよ。そして、ゲームには原作では見られない新しいキャラクターやストーリーもあるんだ。オリジナルの要素もあるんだね。ますます興味深い。本当だよ。スレイヤーズの世界は深く、魅力的なキャラクターで溢れているんだ。このゲームを通じて、スレイヤーズの世界をもっと深く知ることができるんだよ。ズンダモンと一緒にプレイするのが楽しみだよ。レトロ RPG の隠れた名作「マージュリーブル」について語るよ。へえ、女子高生が主役のゲームなんだって。そうなんだ。ファッションもバトルもこのゲームの魅力の一つなんだよ。当時はときめも全盛期だったけど、このゲームもグラフィックが可愛くてね。戦闘はどんな感じだったのかな。カードを使ったバトルで、場に出る5枚から1枚選んで戦うんだ。そしてコスチュームカードでバトルスタイルが変わるんだよ。コスチュームによって変わるってどういうこと？夏服なら攻撃力が上がるし、冬服なら防御力が上がるんだ。スクミズや体操着、コートなどもあって戦略が豊富なんだよ。部活システムってどういうもの？部活に所属することで敵との相性が変わるんだ。例えばスポーツ部に入ると物理攻撃が強くなるとかね。なるほど、部活でスキルが変わるのね。このゲーム、萌え文化がまだ浸透していない時代の作品で、早すぎたゲームだよね。コンリリースされたらもっと人気出たかもしれないね。確かにスマホゲームで出ればかなりのヒット作になったかもね。でも今でも十分楽しめるゲームだから、ぜひ遊んでみてほしいな。ズンダモンも着替えバトルやってみたい？それはちょっと恥ずかしいかな。でもね、このゲームの楽しさは単なる着替え、上のものがあるんだよ。じゃあ一緒にプレイしてその魅力を教えてよ。もちろん2人でやればもっと楽しいよ。レトロゲームの良さを堪能しよう。というわけで今日はマージュリーブルの紹介だったね。ズンダモンの解説すごくわかりやすかったよ。メタン、ありがとう。次回も楽しいゲーム情報をお届けするよ。鬼人降臨デオニの世界をもっと深く探っていこう。このゲーム、日本神話がベースになってるんだよね。日本の古い神話や伝説がゲームの大きな魅力の一つなんだ。日本神話には神々や英雄の物語がたくさんあって、それがゲームの世界観に反映されているんだよ。例えばどんな神話が関係してるの？例えばイザナギとイザナミの創世の物語やスサノオの冒険などが影響しているんだ。これらの神話がゲームの中で独自の解釈を加えられ、物語を形成しているんだよ。鬼に変身するっていうのも神話に由来してるのかな。そうだね。日本には昔から鬼や妖怪の伝説があり、その要素が鬼変身に生かされているんだ。鬼変身はただ強くなるだけじゃなく、神話的な意味合いも込められているんだよ。成長システムも特徴的だよね。従来の RPG とは異なり、戦闘中の行動でキャラクターの能力が変化するんだ。このシステムが戦略的なプレイを可能にしていて、ゲームの深みを増しているんだよ。歴史上の人物が出てくるのも興味深いよね。生死とは異なる解釈で登場する歴史上の人物たちは、物語に独特の味わいを加えているんだ。日本の歴史を知っているとゲームをさらに楽しむことができるんだよ。裏技についてもっと詳しく教えて。
主人公の初期装備を最後まで持っておくと最強の装備に変わるんだ。この裏技はゲームの遊び方を大きく変えるからチャレンジしてみる価値があるんだよ。それってどうやったら発見できるのかな？昔は情報が限られていたからプレイヤー同士の試行錯誤や情報交換で広まったんだろうね。このゲームはただのファンタジー RPG じゃなくて日本の神話や伝統を感じさせる作品なんだ。日本の古い物語や神話が好きな人には特におすすめだね。そうだね。古き良き日本の雰囲気を味わいながら冒険を進めるのがいいんだよ。しかできないプレイをしない。